はい、ボックスストーブの2回目になります。前回は五徳やロストル周りの加工を主にあの動画にさせていただいたんですけど、今回はそれを使って実際に火入れをしていこうと思います。ちょっといきなり薪でやっちゃうとあのすすだらけになってしまうので、ちょっとステンレスが焼けるまではですね、炭でやりたいので今日は炭火でやろうと思います。ちょっとあらかじめ庭キャンプなんですけど、あのこんな風に蚊取り線香で結界を張っておこうと思います。まあ、あの防虫ネットを張ってからですね、入ってくることはないんですけど、まあ、一応安心のためですね。はい、こちらがバンドック、こんな風なケースに入ってます。で、あのセリアのトレイも一緒に入ってますので、こんな風にひとまとめで取り出せます。で、組み立てもですねちょっと一緒に取ってますので、様子を見ていただいてもいいかなと思うんですけど、まずここに入れるのが、炭受けですね。まあ、1枚 の、 あのペラペラの板なので、そんなしっかりと受けてくれないんで、やっぱりトレイがあった方がいいんですけど。で、ロストルのピンをはめておきます。で、この上にロストル。前回加工してちょっと網目を細かくしたやつですね。あ、落ちちゃいましたけど、はい、こんな感じで入れます。これで、正方形が維持されるような仕組みになってます。で、五徳ですね。まあ、本来はあの、もともとついてた付属の網があるんですけど、ちょっとあの網はあまり使いたくないというかですね、まあ、あの、替えが売ってないということだったり、ちょっと網をしちゃうと上から物が入れられなくなるので、五徳で使うことがメインかなと思って、ちょっと今日も五徳でやろうと思ってます。で、今日炭でやるので、あの、まず、あの、火起こしですね。こんな風に炭受けの上に、ヘキサミンの固形燃料を置いて、これでちょっと、じっくりと炭を着火していこうかなと思います。まあ、炭だったらですね、すすがガンガン出るというあの薪ほど真っ黒にならないので、ステンレスが上手に焼けてくれればなと思って、ちょっとここまではなるべく指紋もつかないように、手袋をして作業をしてます。まあ、ボックスストーブが初めてなんですけどね。まあ、こんな風にこう四角い筒で、高さがこれ21センチあるんですけど、こうやって開けるとロストルから上までは14センチぐらいでしたね。なんかこう不思議な感覚ですね。今まではあの自作の丸いものとかが中心だったんでですね。はい、炭を入れてます。上から見るとこんな感じで、今、火をつけてるところですね。で、ロストルは平子を加工したものです。で、まあ左右のそのヒンジの部分がこう内側に入るのが嫌なので、これでちょっと溝を掘って内側に入らないようにしっかり固定したいと思ってます。ちょっと今のあの前後が逆でしたね。ちょうど真ん中のところにあのヒンジ長板がありますので、真ん中より手前か奥かじゃないとつかないので、あの向きによってはこう縦が入らなくなると、ちょっとそこは注意しないといけない感じです。で、まあ網をこう置きたい時はこんな風な小さい網を使えば、まあまあ安心かなと。特に網なくても大丈夫なんですけどね。あくまで上はちょっと開けときたいので、何かこう薪を突っ込んだりとか様子を見たりとか、できればこういう形で網を置くにしても小さいもので使いたいかなというふうに個人的には思ってます。まあ、この辺りは人によって多分感覚が全然違うんだと思うんですけどね。これ面白いんですけど、今あの前を開けるとですね、あの炎が少し収まったというか小さくなったんですね。おそらくわずかながらですけど、あの煙突効果のようなものがあるんだと思います。なので、あの前の蓋は閉じておいた方が、まあ、その効果は維持しやすいんだろうと思われます。まあほとんどわからないぐらいのレベルかもしれませんけどね。はい、まあただやっぱ筒型の強みですね。煙突効果は多少は期待できそうです。もしかしたらもう前の蓋を開けるとあの風が入り込んで、炎が弱まったのかもしれませんけどね。そのあたりちょっとはっきりと分かんないところですけど。でですね、ここで何をしようとしてるかというと、なかなかですね、湯を沸かしたかったんですけど、沸きが遅いもので、まあ、炭が少ないので、でこのロストロを上に上げれるんで本来高さ調整できるようになってるんですけど、途中でこの炭のとこは上げるのはなんか難しくてですね、だったらあのロス
ごとこを下げた方がいいなと思って、今こんな風にちょっと本当に一時的に思いついてやってるんですけど、金串を刺してちょっと低い位置に網を置いてポットに位置を下げました。これダイソーで買ってきたなんか330円のなんかツールですね。なんかとっても便利なんですけど、この爪切りの先とかマイナスドライバーの先が使えなかったので、そこだけちょっと尖らせて、マイナスドライバーも薄くしとくとですね、結構使いやすいんで薄くしました。何かの隙間に滑り込ませて作業するときにはですね、薄さが大事なので、まあ、私の場合はそういうふうにして使います。はい、湯がね、ふつふつと沸いてきたので、なんかグツグツにはちょっと炭が少なくて沸かなかったんですけど、まあ今日はアイスコーヒー飲みたかったので、まあいいかなということで、こんな感じでコーヒーを早速入れてみました。でも暑いですね。クーラーをこういうふうにいつも持ってまして、まあ庭キャンなので、家に入れば冷蔵庫あるんですけど、ちょっと気分的に、はい、クーラーの中に、氷とアルミのマグを入れてまして、そこに氷を入れてアイスコーヒーをいただこうかなということですね。このあたりボックストーブと全然関係ないんですけどね、取ってしまったので、すいません、ついでに流してる感じになります。はい、けど美味しいですねアイスコーヒーね。夏はアイスコーヒーに限りますね。この苦味がですね、何とも言えないと思います。今日のちょっと薄いですねけどね。はい、まあ美味しかったですね。もう本当に入れたコーヒーは美味しいです。こんな風に前を開けてですね、炭がいじれるというか中の様子が見れるというのは、まあ結構楽しいですねやっぱり。今まで自作のウッドストーブはですね、こんな風に前に扉なんかつけられなかったので、はい、でこれ何しようかっていうと、なんかですね、焼き物をしてみようかなとまた思いつきで展開してるんですけど、ただ焼き鳥をですね焼こうと思ったんですが、まだ初火入れで、今ステンレスを焼きたいタイミングで、いきなりその焼肉とかその焼き鳥のタレがいっぱいですねステンレスについちゃうとムラができちゃうので、でこうタレが落ちないように、厚い分厚いダイソーで売ってるアルミ箔を巻いて、この上で焼こうかなという考えです。はい、冷凍庫にですね、あらかじめ仕込んだ串がいつも入ってるんですけど、それを1本持ってきて、凍ったまま今置きました。でこれだとですね、またあれですね、やっぱ火力が弱いですね。まあ多分そのうち焚き火で使うようになるのが中心なので、炭でじっくりやるっていうのは、なんか私せっかちな性格もあってなかなか向いてないところもあるんですけど、やっぱりですね、もうちょっとこう炭どこ上げたいなと思いまして、ちょっと火がついてる状態なんですけど、まあ物は試しというかですね、何でもやってみた方が後々役に立つので、まあ、失敗ダメ元でですねやってみました。金串をまたこれ3段階に調整できるんですけど、その一番上のところに刺しまして、でまたロストルを置きまして、でここに、炭を戻すと、なんか蓋が便利ですね意外とね。こう見るとですね、蓋の上に出せますので、はい、でこんな風にまた、アルミ箔で覆った網を置きました。こうすると完全に蓋しちゃってるんですけど、空気穴があるのがですねやっぱり良かったです。絶対私この空気穴が欲しいなと思ってたんで、この空気穴がなかったらですね、もうドリルで開けてたと思うんですけど、なんかこのボックスストーブと同じようなスームルームとかですねあったんですけど、でも穴がなくて、でこのバンドックのものもなんか昔のものにはですね穴がなかったみたいなんですけどね、なんか途中から変わったようです。ちょっと暑いのでビールをいただきます。先日、四国に行った時に買ったビール、なんかお遍路さんの、キャンペーンが入ってましたね。プリントされてました。はい、で、まあ、ビールも飲んだので早く焼き鳥食べたいんですけど、またこれせっかく炭どこ揚げたのにですね火力が弱いんですよね。
ということで、ヘキサミン燃料でもう炙ろうと。こう炎が出る、こう赤い炎がメラメラと立っている状態って、やっぱ炭火よりもはるかに熱いので、まあ、分かりやすいですね。ただ、この状態だとですね、多分上から蓋かぶせちゃうと、酸欠で消えるような気がしたので、一応念のため五徳を置いて、ちょっとこう空気の逃げ場というか、入り口というか、これを確保した上で、また、はい、こんな風にします。はい、まあ、思った通りですね。ヘキサミンで燃やすと、いい感じで、ジュージューと燃えてくれました。まあ、こういう経験を通じてですね、なんとなくこの、バンドクの使い方も覚えていくので、まあ、私なりにですね、まあ、遊んでるだけではあるんですけど、経験になっていきます。ということで、いただきます。はい、もう最高ですね。言うまでもないんですけど。はい、こんな感じで、いろいろと、何ですかね。アスパラの、あれですね、豚バラ巻きですね。今日は食べるのは主目的ではないので、あれなんですけど、分厚いアルミ箔はいいですね。破れたりすることもないので、大体通常のアルミ箔の3倍ぐらいの厚みなんですね。手で破れないので、こう、ハサミで切らないといけないのがちょっと面倒なんですけど、まあ非常に良かったです。汚れずにこんな風に、ステンレスと焼き入れに近いところまで行ったのかな、今日どうでしょうね。まあ、炙ってみたという感じですね。で、ほぼ燃え尽きてるんですけど、こんな風に、アルミの線で強化した、目を作ったロストルも全然大丈夫ですし、ごとくも非常に良かったですし、まあ順調かなと思いますね。炭床を途中で移動するっていうのはまあ考えてなかったんですけど、まあこうやってやればできないことはないですね。やっぱこう高さの調整ができるっていうのも、他のボックスストーブと違ってこのバンドックの特徴だと思うんですけど、まあ良かったかなと思います。今回は以上になります。次回はですね、炭ではなくて、薪で燃やしてみたいなと思いますので、良ければチャンネル登録、あとグッドボタンもお願いします。はい、Twitter も再開しましたので、全然フォロワーとかいないんですけど、まあ、ご興味ある方は、良ければ、登録してください。お願いします。